人食い旅館生還者なしの隔離よ。こんにちは、ジータです。今回も人食い旅館生還者なしの隔離をやっていきたいと思います。前回はエンディングを2つ見たんですね、確か。で、あとなんか最後に隠しアイテムを光るようにしてあるって言ってたんで、ちょっと初めからやってみたいと思います。はい、ここら辺は飛ばしていきます。あ、てか早速あるね、お茶。なるほど、これで向こうで渡すんだ、あのお風呂場で。なるほど。でまあここら辺は変わんないんでね、多分ここら進展があるまで早送りかなんかになると思います。まあここは前見つけましたね。で、これお茶を渡してみよう。うん、本当ですか、ありがとうございますと。はい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 。で、同じですね。はいはいはい。死ねえと。ザクザクいって。こっちはそういえば、そっちはやべえ。残念ね。伝えとも変わってるね。うん。お、そうか、口にしなかったからこのエンドもあんのか。そうか、なるほどね。すいません、席まで、すいません。ああ、もう二人とも逃がすなんて、二人も逃がすなんて初めてだわ。仕方ないわね、彼らに期待しましょう。で、このポケモンのバグの世界みたいなとこ通ってって、お、ん、で、出られたのか。やりましたね。あ、助けてください、この穴の旅館は危険なんです。でもダメだね、変わんないね。って、え、な、何をするんだ。うわぁ、今のうちです。七星。って、まさか。やめろ、やめてくれー。おー、お茶飲んだ、あ、お茶渡した借りがあるね。そんな。逃げろ逃げろ。くそ、絶対に伝えるからな。この旅館も町も終わりだ。捕まらんだろ、さすがに。相手を聖者へと変え、私をじゃない、町を出るまで鬼ごとは、ん？鬼ごとは続く、鬼ごとは続く。お、初めて生還者一人。ここで旅館で飲食を避けたことで二人は脱出に成功するが、旅館を監視していた町の男たちに捕まってしまう。七星の献身によって、アツシだけが包囲を回復することができたが、うつしおの町を舞台とした鬼遊びを始める。あー、なるほど、なんか、そういう感じか。はい。じゃあ、どこにセーブしたっけ？ 1 にしとくか。じゃあ、あと2つ、あと2つありますよね。ちょっと、やっていきたいと思います。Rises her light.
なんでここ行けるんだ。なんか光ってる光ってる光ってる。何か引っかかっていて開かない。何してんだ、こんなもん。こうしてな、無理やり開ければいいんだよ。ありがとう。何かありますよ。ノートの切れ端を手に入れた。ようやく行ったこれは大事な警告だ。シウコは飲食を進めてくるが、決して旅館のものを口にしてはならない。霊界と化しているこの旅館で飲食すれば、霊界に受け入れられなくなってしまい、二度と現世に戻れなくなる。よし。まあ、こうすることによって、ようやく、こいつが飲食をやめると。ほんとお前のせいだぞ。勝手にも、あ、人に、人から物をもらいやがって。これで、いけるだろう。はぁ、あ、はぁ、助かった。もうここ同じ。同じか？あれ？消えてった。よし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 。飲食しちゃダメって言ったら、立ち去ってった。何かをはめるくぼみがある。おしよ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 し。刀。刀じゃねえか。これで音量をぶっ殺せやるよ。お、いいね。よかった。よかった。これでようやく救われる。でも、なんか、部屋の前にあった壺がよくわかんないね。なんか不思議な力を感じるっていうやつ。これ何なんだろうね。まあいいや。一応セーブしよっか。ようやくすんだ。はい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 。はい。ドリアンセドリアンセ。で、出て行こうとしても出れませんと。で、消して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 、はい、これで脱出と。で、多分、襲われるところでなんかあるんだろうね。ミツル？ミツルだっけ？ミツルが。はい、はい、はい。ここだよね、ここ。ここで、襲われたんだよね、確か。これで、剣持ってるから、俺ら強い。やってやったぜ。すごいぞ、ミツル。やりましたね。そんな、ありえないわ。今のうちに逃げるぞ。よし、いいね。これでようやくハッピーエンドか。ロビーだ。助かったー。とっととずらかるぞ。おお、よしよし。ああ、もう逃すなんて初めてだわ。仕方ないわね、彼らに期待しましょう。もう刀で殺すでしょ、ミツルが。でポケモンバグゾーン通っていって、おで、なんか来るよね。で、出られたのか？なんかこの村の人だもんで、ミツルが全員やっつけてくれるよ。やりましたね。まだだ、油断すんな。お。やっぱ嫌がったな。絶対に許せねえ。ぶっ殺してやるよ。おー、ジェノサイド。殺したのか？いや、そこまでやっちゃいねえ。やってないんだ。こいつらをやるのは俺じゃねえ。あ、察し。中に入れちゃおう。まさか。二人とも手伝ってもらうぜ。いいね。ざま見やがれ。
俺らが味わった苦しみ味わいやがれ。行こう。ん？町の外を目指して三人は静かに出発した。怨霊の住む旅館から脱出したものの、まだ命の気が去っていない。生贄とされた三人の生還をこの町は決して許さないだろうから。お、奇跡の生還、生還者三人。怒ってる、なんかちょっと、かわいい。刀を手に入れたことで、ミツルが悪霊の撃退に成功する。そのまま三人で旅館を脱出。町の男たちが立ち塞がったが、ミツルの敵ではなかった。倒れた男たちを旅館へ押し込み、三人は密かに町の外を目指す。これで、銃でいいか。え、で？助けて、どうすればいいの？最後の物語か。やっちゃいましょうか。助けてくれー。なんだ？あ、捕まえる側？え、ちょっと。やだ、やめてくれー。あっけないわね。さて、次に行きましょうか。お、なに？捕まえるが？楽しい。来るなー。お前ら俺たちを犠牲に。うわー、生贄に捧げといて。こいつも歯ごたえないわね。つまんなそう。早い、楽しい。あ？あら、そっちも終わったの？そう。まあ、これが普通よね。え？そんなことないわ。置き土産の魂はなかなかのものだったわよ。なんて言えばいいのかしら。大きいけれど、スカスカ？深みが足りない？ああ、そうよ。量だけで味がいまいちだったのよ。えへ、確かに、集合霊のあなたにはわからない感覚かもね。ごめんなさい、馬鹿にしてるんじゃないのよ。だから拗ねないで。それどこからか少し羨ましくも思うわ。聖者に近すぎるのもどうかと思うし。あら、変ね。どうして今更そんなことが気になったのかしら。少し気分転換に歩いてくるわ。なんだ？ん？お、なんだ？あいつらどうして飲食すると出られなくなるってしたのかしら。たまたま、ヨモツヘグイの知識を持ってた？いや、多分、千と風呂の神隠しを見たんだと思いますよ。おー、すごい。あ、セーブはできないと。じゃあ、とりあえず戻っていく感じか。お、なんだ？あら？あの魂、まだ取り込まれずに残っていたのね。どれだけ執念深いのよ。じゃあ追っていくか。あれ？どこ行ったの？ん？どこ行けばいいんだこれ。ここじゃないか。こっちかな？お、そうっぽいね。開いてる。ん？懐かしい。ここに来るのも数十年ぶりね。どうして避けてたのかしら。ここはあの人が泊まっていた部屋なのに。あー、なんか裏切られたみたいなこと書いてあったけど。まただわ。どうして私を裏切った男を思い出すの。あの人だなんて変よ。私はあいつを憎んでるはずなのに。お、なんだ。うん、まあ被害者ではあるからね。大半の人間は私が優しく接してやれば油断するのよね。それで水を飲んで、隔離用の仲間入り。でもそんな人間じゃダメなのよ。私が待ってるのは。ん？あら？何を待ってるのかしら。なんだか頭が。お、なんだ？なんだ？成仏するか？右行ける？あ、行ける。ん？どこだここ。そういえば、あいつら刀を持っていたわね。
一時にせよ集合霊を撃退するなんてさすがあの刀だわ。お、あの刀、私何を言ってるのかしら。あの刀、どうも調子が狂うわね。きっとこれも初めて生贄を逃がしたせいよ。おお、ちょっと戸惑ってる姿可愛いですね。あー、ここに繋がってんのか。なるほど。ん？あ、こっち行くしかない。出れないよね。全員で協力して脱出するとはね。彼らならきっと私とあの人の無念を。違う、私は男を憎む怨霊のはず。なのにどうしてこんなに悲しいの。頭が痛い、胸が痛い、魂が痛い。憎い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 、助けて。ああ、なんだ。ちくしょう、また戻ってしまった。なんで外に向かってるはずのに同じ場所に出るんですか。リングワンデルング、これはもしかして資料にあった。あ、生贄を捧げてない昔の。旅館に引きずり込むってやつかよ。だんだんここに戻される時間が短くなってる。どうやら覚悟を決めるしかなさそうだぞ。もしかしてまた旅館に入るんですか。結局修行をなんとかしないことにはどうしようもないようだ。マジかよ。今度は刀持ってるしね。大丈夫、俺たちは一度脱出に成功したんだ。はい、絶対に生きて帰ります。何、また俺に任せとけ。何が出てきてもこいつでぶった切ってやるよ。いいね、行くぞ。っていうところでもう疲れたんで終わります。じゃあこの動画が面白いと思った方、また続きが気になる方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。コメントもしていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。